ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。ここで大根おろし作ってみた。ギリできギリできなそう。急に回すね。そうだ、何を言うか考えてなかった。6月18日、はい、2000m タイムトライアル。もうトライアルなんや。 3000m9 分1桁を僕今目指して練習取り組んでるじゃないですか。はい。ということは 2000m で最低でも6分は切っときたいっていう、ちょっとレペテーション的な。現役時代一番記録が伸びた時って強くなるためにペース走とかインターバルもやってたんですけども、結構定期的というか、まあ、週1ぐらいでレペテーションをこなしてたんですよ。俺の性格的に今俺はこんぐらいで走れるんだっていう自信を持っていくと、よしきはモチベーションも競技力も上がっていくっていう傾向に、まあ、あったんで、はい、まあ、現役時代と同じ流れでまだそういう動きを入れて、まあ、そのスピードに慣れていくと。6分切りできなきゃ絶対9分1桁も絶対出ないんで、うん、確認の意味も込めてしっかりレペテーションしていく、楽しみにしてます。はい、行ってらっしゃい。怖っ。刻んでいこうぜ。です。完璧に作ってきてる。いいね。なんだろうね、洗濯忘れちゃう。結構多かったですよコメント。なんで福島のユニフォーム持ってんのって。一回だけ代表になってみた。そうだよね、はい、風うぜえ。風うぜえね。自分のフォームをしっかり意識して立たせば何の影響もない。大丈夫。例えば最初入り69とかで入って自分のリズムでってやりたいところなんですけど、まあ、あくまでもその3000の一桁を見据えるために。なるほど。72を押していくっていうイメージで。あれ、はい、メタスカイじゃないの。前回の練習雨でめっちゃ臭かったの。もう全部臭いじゃん。なんかもう何かと。じゃあ行ってらっしゃい。はい、行ってきます。さあ皆さん、今日僕映んないと思ったでしょ。映ります。今日は動画も回すし完璧なマネージャーもしていきたいと思いますね。よしきさん無視だよ。こんなことある。この距離で。俺はびっくりして顔真っ赤だよ今。ダッシュで行こうぜ。すいません、お願いします。はい。じゃあ行きます。よーいぞ。さあ始まりました。早速カメラと時計二刀流で本日やっていきたいと思います。ちょっと早いんじゃない。70 71 72 72秒1。今と完璧です。今完璧。さあ今吉木は完全にいいペース。やっぱ一人でこれをやるってのもきついよね。やっぱ皆さん学校でなんかいろんな選手とか、まあ、引っ張ってくれるコーチがいたりとかいろいろいらっしゃると思うんですけど、やっぱり僕と吉木ね、いかんせんね短距離と小距離違うんで、なんか400とか300とかぐらいからじゃないと一緒に練習できないですよね。やっぱペースが変わってくるんで、そこもちょっと大変なところであります。25 73秒6。力になってやられねえ。すまねえな、よしき。いいぞ、動け、自信持ってけ。もう3周終わるぞ。少し。いいよ、リラックスして、これリラックスして。いけるいける、いいよいいよいいよ。74秒6。やっぱりなんか状態とのバランスが多少崩れるところあるけど、やっぱりね、なんていうの、踏めるようになりましたよね。なんかあのこう疲れてきた時にヨシキってこう上にポンポンポンっていく癖がある。癖というかやっぱ踏めなくなるんで人間ね。僕もよくありますけど、それがちょっとこの距離を踏むにつれて、このラストきつくなってくにつれて毎回出てきたんですけど、なくなってきてますよね。なんかこうしっかり地面に力を与えて、まあ、多少かいてますけど、でも踏めてるんでやっぱスピードにはつながってますよね。いいと思います。ここからフォームとかをこう自分でまた修正していったりとか、またワンランクアップにつながっていくんじゃないかなと思いますよ。いいよいいよ、ラストじゃちょっと気持ち上げていこう。ラスト上げていこう。75秒1。まだいいよ、まだいける。
これ一人でやるのきつくない？普通に考えてすごいけどね。いや進化してるよこれは。まあここであんまり褒めないでおきましょう。まあラストしっかりここもがいてね、少しでもタイム短縮していければいいと思います。さあちょっときつい。でやっぱり浮かないよね。上に浮く動きが前より少ない、明らかにいいと思います。さあラストしっかりいきましょう。ラストラストいけ。7 8 9、最後に1周74秒1。きつすぎる。一人でやるもんじゃないね。ダッシュで行こうぜ。どこがきつかった？何がきつかった？やってて、いやなんかね、風で集中できなくて。僕は良かったと思うんだけど、どう思いますか？破れなかったけど、悪くないと思ってて、これをやっていかないと、目標を達成しようとしてることは、無理。1000m を最近だとさ、もう2分50秒当たり前にこなすし、ただ今回見たく2000になった途端3分3が、まあ、余裕がない。これって力っていうよりは気持ちの持ってき方がまだ弱いというか、その体勢がついてないだけで、力はもう十分ついてきてるから、またこのスピードを持続できるように、こういったレペテーションだったり、ペース等で持久力を上げてって、まあ、本番まだ2ヶ月ぐらいあるからね。まあ、でもね、いやちょっと舐めてる感もあった。6分は切れるだろうなって思ってたんで、いやでもその感覚はまだ持っといていいんじゃないかな。多分間違ってないだろうし、僕見てて一個大きく変わってるのは、明らかに踏めるようになってきてるんですよ。疲れてきた時に浮かなくなったんですよね。結果まだ6分はちょっと切れる状態ではなかったっていうのは分かったんで、まあ、これからまた練習積んで、またみんなに高評価をしてもらえるように頑張るんで。いやナイスランでした。お疲れ様。ちゃんと自分をね、冷静に分析して喋らなきゃいけない仕事だから。マジそれでコメント欄でよしきは言い訳ばっかりみたいな、もう何も喋んないし、もうどこ取らない。ほんと一部の人なんですけど、ほんといつも高評価とコメントほんとありがとうございます。ほんとに力になってるんで、みんなと一緒に頑張っていけるように陸上楽しみましょう。はい、ありがとうございました。いってらっしゃい。10分でお願いします。いってらっしゃい。やっぱあいつ最初俺のこと無視してたな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。